カット。はい、OK。はい、笑顔でお願いします。このジムを閉めることになりました。耳は聞こえていませんが、問題はないです。もういいんじゃないの？プロになって、それだけですごいことなんだから。小川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか？それは何だろうなぁ。